はい、おはようございます。クワでございます。おはようございます。かなりね、朝早いです。今現在時刻は8時41分。今日はですね、もう、朝ごはん食べて帰るだけぐらいの感じなんですけども、天気も良くて最高なんでね、ゆっくり準備して帰り道のね、温泉に寄ってしっかり体を温めてから帰ろうと思います。それではね、まず朝ごはん、本当にハムだけなんだけど、とりあえず朝ごはんささっと食べて、なんかもろもろ干したりしようかなと思う。なんかちょっと結露がすごいんでね、やっぱり夜は寒くて朝は暖かい。今日しかも天気がかなり良いっぽいので、テントの中もだいぶ温まってきてるので、いろいろ準備していこうかなと思っております。それでは今日も行ってみよう。とりあえず上にかけてた雨よけというかが、かなりね、内側がびしょびしょだったんで、逆さにして日に当てております。乾くといいな。とりあえずね、テントの中を片しやす。というわけでですね、朝食を作っていきたいと思います。朝食はね、もうめんどくさいんで、火を起こすのはこの岩谷のガスバーナーでサクッとね、ハムを炒めていけたらと思っております。なかなか日差しが強いです。今日の朝ポークソーセージでございます。油を忘れましたね。昨日パエリアで全部使っちゃったんで、ついてるのかついてるのか分かんない。ついてるか、ここらしくガツンと食べよう。キャンプの朝、大体何食べるの。うまいから、いただきます。うま、味付けなくてもうめえわ。何だ、焼いてるか。とはいつつあと3枚ハムから油が出るんで、そこまで焦げ付き大惨事にならなさそうです。はい、というわけでごちそうさまでした。普段朝ごはん食べないんでね、ハム1個前だけでも結構満足でございます。この後はちょっと片付けをして、温泉にね、行きたいと思います。では行こう。畳み方は雑だったんですけど、なんとか全部入りました。はい、というわけでですね、キャンプ片付けが終わりました。ここからね、温泉までね、行ってね、心を癒して、帰りたいと思います。では、温泉レッツゴー。はい、というわけで先ほどのキャンプ場からですね、建物で約2、3分ですかね、萌木の湯に来ました。足湯とかもあるんですかね。100円で足湯に行けます。ここが萌木の湯でございます。はい、というわけでね、さっぱりでございました。中もかなり綺麗でね、ちょっとあんまり大きくない温泉なんですけど、今日はそんなに人もいなかったんで気持ちよく入れました。ちなみに今日は金曜日なんですけど、なんかスーパーフライデーっていう名目で、いつもは大人850円のところを今日は500円で入れました。なんかスーパーのフライデーなんでしょう。ちょっとね、アイスとか糖分を摂取してそのままね、帰りたいと思います。はい、というわけで、ね、アイスにしようかと思ったんですけども、ネクターにしました。なんかアイスゴミ大変だろうなと思ってジュースにしちゃいました。いただきます。うまっ。温泉上がりなんでね、半袖でもちょうどいい感じです。ここからちょっと安全運転で、家の方に帰っていきたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。